おぶとらは、戦国時代の武将、会、武田氏の重臣、武田信虎の時代から、武田家の不代家老衆として仕え、品の国策軍内山城を領した。信虎追放後は、信玄に仕えた。信玄の信任厚く、嫡男、武田義信の森役や赤備えを率いる退任を、務めたが、義信事件に連座し、切腹させられた。名は、 トラマサとされるが、ヨ信側近が連署した、二宮祭礼町にその名は見当たらず、検討の余地がある。おぶ氏は、甲斐、源氏の一族で、源義家の四男、源、義忠の子、おぶ忠ダの末裔と言われる。別説に、古代の大野のの末裔説がある。戦国時代の開国では、武田信虎家臣に、おぶ道越がおり、勝山記によれば、 英章十二年十月十七日に同越は、西郷流の国人、大井神たちとの戦いにおいて、四足と見られる、原子郎王と共に戦死している。このおぶ原子郎が、虎政、山形正影兄弟の父親にあたると考えられている。英章元年に生まれたとされているが、青年には諸説があって定かではない。出身地は、オブ村と伝わっている。四年、今井 栗原兵庫らと共に、信虎に反旗を翻したが、敗れて降参し、許された後は信虎に侵入した。天文五年に、北条氏綱が、駿河国に侵攻すると、信虎と共に、今川軍の援軍として参戦し、北条軍を大いに破った。天文七年にも、諏訪頼光、村上の力夫の連合軍と戦い、この時貨兵であるにもかかわらず、数で勝る連合軍を打ち破り、 自らは、死九十七を挙げるという軍功を挙げたとまで、されている。天文十年、武田家宿老であり、有力黒人であった、板垣信方、甘利虎安らと共に信虎の着難、春信を擁立して、信虎を駿河に追放し、以後は、武田家の宿老として、春信をよく支えた。天文十七年、上田原の戦いで、板垣信方と、甘利虎安が戦死した後は、 武田軍団の中核となって、信玄を支えた。軍事面では常に最前線に立ち、天文22年に自らが守備する内山城を、長岡ゲ虎ラ、村上の力与の軍8000に囲まれた時には、わずか800の手勢で撃退した。A64 年の第四次川中島の戦いでは、最初山攻撃の別動隊の大将を務めるなど、中席として武田氏役神に尽力するとともに、 信玄の着難、吉信の森役に任命されるなど、武田志隅一の宿老として、重きを成した。紅葉軍官によれば、吉信と信玄不死の中は、決して良好なものではなかったとされる。対今川氏の方針をめぐって、不死の間で対立を深めると、虎政は吉信を担いで無本を企んだとして、捕らえられ、A68 年10月15日、その責任を取らされる形で自害した。 去年62、虎正の処刑日について、2001年には、平山祐が、A68 年9月から10月の範囲に推定し、2006年には、丸島和弘が、高野山聖景院、海の国区幼鳥の記載から命日を、A68 年10月15日に特定した。お武家は断絶し、家臣団は、山形市の名跡を襲った弟サブロベエが引き継いだ。子には、 障子がいたとされ、事件後は、武田氏とも、縁のある国への三上家を頼って、小野生を名乗ったという。また、天文22年9月には、第一次川中島の戦いに際して、長尾氏の信仰を受けた、品の狩りや現状への救援として派遣された、おぶさ教は、天文20年に、東条氏を討ち取ったとされる、おぶ登蔵の後ろ身を推定され、虎サの子であると考えられている。 おぶさきょは、永禄2年の相模御法上市の小田原州所領役長に他国州として名が記載されている。トラマサの自害の理由には、諸説があって定かではない。謀反の計画をサブロ衛に伝わるように、トラマ正自身が格作し、吉信をかばって首謀者として断罪された、ともされる一方で、信玄の品の計略や上杉謙信との旅重なる、 構想に反対することが多く、また、武田や中で大きな勢力を誇っていたため、吉信事件を契機として信玄自らが粛清に及んだとする説もある。虎政と同じく、穴山信君の弟、信義も連座して切腹していることから、親今川派の国人の反発という側面も指摘される。武田二十四小図の一部、赤備えも参照。ありがとうございます。